あとはそのスペインの女子サッカーでいうと、まあ、ちょっと今ねラリーガと、まあ、スペインサッカー連盟の会長同士の権力争い覇権争いというか、まあ、その女子のサッカーも、うん、うちがねもともとずっとねここ最近でいうとラリーガが、まあ、大手のね、はい、こう電力会社をこうリーグスポンサーに冠につけて、まあ、かなり投資もしてきました、はい、まあ、それが多分今シーズンから、スペインサッカー連盟が逆にこうオーガナイズする形でちょっと、ね、フォーマットが変更されて、なので、まあ、プリメラディビジョン B という形で、ね、こう北と南で分けてまたそういう新たなリーグもできましたけども、うん、今 の, そのスペインの、まあ、女子サッカーの現状、そのフォーマットも含めて簡単にちょっと教えてもらっていいですか。そうですね、一つ大きな変化としては多分労働協定っていうので、まあ、選手側の訴えストライキっていうのが起きたんですけど、まあ、その労働の条件っていうのが本当に決まってなかった状況で、まあ、最低賃金であったり、まあ、主にはそういうところなんですけど、まあ、そういうものを、まあ、選手側が、まあ、女子サッカー選手の、まあ、そうですね、選手としての環境面への働きかけっていう意味で、まあ、大きく行ったっていうのがあって、でそれが一応その受理されたというか、こう通った面もあと、いろんな形で、まあ、話し合いを経た上で決まったことなんですけど、まあ、それも一つ通った面もあって、まあ、それが、まあ、女子サッカー選手としての大きなアクションと、あと一つ変わるきっかけ、まだ全てが変わるわけでもないんですけど、ただ少しずつそういったものを、まあ、環境を、女子サッカーの環境を変えていこうっていう、まあ、動きが選手側から起きて、それも女子サッカーに関わる全体協会であったり、そういったものも含めて少し変化が起きた年だったので、まあ、ここからで、そういったアクションを起こした選手たちがこの前のアメリカであった国際大会で、はい、私たちが結果を出すんだっていう気持ちも多分あったと思いますし、まあ、そうやって今スペインでプレーしてて思うんですけど、私たち の, チームでも、じゃあ週末、ビジャレアル戦があるってなった時にどうしても勝ちたいと、でビジャレアルでのホームで試合をしますっていう週だったんですけど、みんなもう本当にもうモチベーションが高くて、もう試合練習のこう激しさがもういつも以上で、でそれの翌日ミーティングがあって、そこから練習だったんですけど夜遅くに、でその時にみんながもう多分前日のその激しさによってちょっと疲労も来ててそしたらみんなが急にちょっと集合みたいになって、選手たちが監督やスタッフたちにネゴシアールしようとするんですよ、こう要求しようとしてて、だから私たち週末の試合勝つからってか勝つために休みたいと、うん、このミーティングの後休みたいっていうのを訴えるんですね。それでいやもう監督たちもちょっとびっくりして、でちょっと待ってくれと、もう僕たちも話し合いをさせてくれってなって、で一旦こう選手側とスタッフ側で、まあ、ちょっと話し合いがあって、で結局、まあ、スタッフ側が持ってきた条件っていうのは、もしその週末 の, そのビジュアル予選に負けたら、その日バス移動だったんで、うん、朝早く出て、あ違うな、あとバスで8時間かけて行って、で試合をして、まあ、全泊はさせてもらってたな、で全泊して試合をして、また8時間かけて帰ってこなきゃいけないと、で試合後の8時間はこっちの朝4時過ぎに着く予定だったんですよ。でもそうです、でもそのもし負けたらその4時に帰ってきた日に練習するぞと言われたんですよ。それでも君たちは今日休みたいんだったら休みにするぞって言われて、まあ、結局休みにしてもらって、で 1-0 で勝って帰ってきたんですよ、うん、なんでそのぐらい、まあ日常というか、もう私たちの中に自分たちが本当に勝つためにその今は休んだ方がいいとか、もうこうしてほしいっていう要望があればやっぱり訴える、でその表現する、で向こうも向こうでそれに対してその条件にはまあ、僕たちも
その考えて練習したいと思ってたことなんで、なのでそれに対して、まあ、スタッフ陣も条件を出してきてっていうのがあって、まあ、そういったものがこう普通に起きてるので、まあ、それのまあ大きなこととしてやっぱ女子サッカー選手が私たちの女子サッカー選手としての生活であったり、まあ、今後の女子サッカーのことを考えていってもやっぱこう今私たちがアクションを起こしてその今感じてることから今後の未来を見たときに労働条件ちゃんと最低賃金を定めてほしいってことだったりそういったものを訴えたっていうことだったんですよね。でそれが通ってでまあ一つ大きな、まあ、変化があった年だったなっていうのは年かなっていうのはありますね。改めてその3月の、ね、上旬でいうと、まあ、日本代表もなでしこジャパンもそのアメリカのシビリーズカップに参加していて、はいまあ、残念ながら、ね、こう全部負けてしまいましたけども中でもやっぱスペインの台頭は、うんまあ、アメリカ戦見ても、うん もうね、もう少しで勝つところまで行きましたし、はいまあ、ワールドカップでは残念ながらアメリカに、ね、敗れる形でしたけども、はい、やっぱ年々この進化の代表レベルの進化のスピードは、うんまあ、顕著で多分そこを代表がついて、ねレベルアップしてるっていうところは多分土台にある日常のリーグがどんどん達成かレベルアップしてるところじゃないかなと思いますけども、うんうん、後藤さんから見てもそのスペインの中での女子サッカーのレベルアップっていうのは痛感してますか？で痛感してるんであったらどういう面が今どんどんこうレベル上がってますか？そうですね、ここ本当に数年で変わった変化っていう意味ではもうそこに関わってる選手たちっていうのはそこまで大きく変わってない中で変化が起きてるので、まあ、一つ、まあ、ここで3年プレーさせてもらって思ってるベースとしては本当にサッカーに関わって情熱を注いでる人たちがもう女子男子関係なく本当にこの国にまず多いとで それがまあ大きくあった上でより今まではその女子サッカーっていうものがやっぱりそのサッカーに関わってる方たちのなんていうんですかねそのかあまり関わりが少なかった薄かったっていうのもあったと思うんですね。でそれが今最近になっていろんな方が一つの例で言えば私はレアルソシエダに1年目在籍してたんですけどその時にすでにレアルソシエダでは4人の監督のもの元でやらせてもらったんですね。でその時に、まあ、いろんな監督の中でいろんな考え方いろんなサッカー観に触れた時間だったんですけど最後にそのゴンサロって今監督をされてる方がはい、アルコダナダさんがやってきてでそのゴンサロさんが今まで女子サッカーを、まあ、見たことのない方だったんですけどそれでもそのいろんなトップチームもそうですしたくさんの経験をされた方 でそういった方が一人その現場に女子サッカーの現場に来てで、まあ、プロフェッショナルな方 でチームはなかなかその女子チーム全体がじゃあプロフェッショナルだったかって言ったらそこはまだこううーん今後なっていく選手だったりっていうのも含めていた状況だったんですけどそれでもやっぱりその監督が来てまあ大きくそのなんていうんですかねこう飛躍したところもあってチームとしてでもまあそういった意味で具体的にはゴンサロさんに話を個人的に聞きに行かせてもらって興味深かったところは、まあ、その今まで男子を見ていたけどその女子選手に対してじゃあどうやってその、まあ、結局いかにこのチームでいいサッカーをするかっていうところなんですけどその中でそのフィジカル面の違いっていうのは、まあ、女性と男性であればもう本当に違うものがあってで、まあ簡単に言うと、じゃあ男子の選手たちに、こう与えた方がいいメニュー、そのフィジカル的なメニューであったり、準備、そのピッチ上にどういういいコンディションで持っていくかってところに関してでも、やっぱり大きな違いがあって、女子選手にはやはりもう少しこう筋トレというか、こう走るだけではなくて、
筋トレ要素が入るトレーニングを入れた上でサッカーをやった方がいいんじゃないかっていうところを、まあ、すぐにその今この状況の中で必要ないいサッカーをするためによりレベルアップしていくために必要なことは何だっていうところでフィジカルコーチ専門に、うん、女性のフィジカルに関してスポーツに関してスポーツフィジカルに関して専門としてる方にすぐ連絡を取ってそこから新しい情報を入手したりだからあとメンタル面シコロヒコの方もチームに関わってとかってもう本当に総合力が、うん、本当に一気に関わる人のそなんていうんですかねこう一気に変わったっていうのは、まあ、そのチームに所属してても実感したことでもあったんですね、うんまあ、そういった意味でもメディアも含めてメディアの力ってものすごい大きいと思うんですけど、うん、メディアも含めて女子サッカーっていうものがメディアを通してその社会的価値っていうのが少しやっぱりスペインの中でも変わってきたっていうのもありますしでそれに伴ってやっぱ見られているっていう選手側の意識っていうのでやはり自分たちの行動なりアクションなそのプレーであったりそういったもの発言であったりそういったものがどういうふうにこう影響を及ぼすんだっていうことをやっぱり自覚する機会になっていたりまあ、そういう意味でもうメディアもそうですしそのフィジカル面のアプローチもそうだしあと監督っていう意味でもそうですしスタッフ陣そうですねあとは選手自身も国際大会を通じて自分たちがその強いもうこれまで女子サッカーの中でずっとこうトップを走り続けているアメリカにこれだけのサッカーができたんだっていうワールドカップでもやはりすごく健闘してましたし、うんまあ、そういうのもあってでそうなると普段一緒にプレーしてるあの選手たちがああいう戦いを国際大会できるんだってなるとまたリーグに帰ってきてリーグで毎回戦う相手に対するモチベーションも変わりますし、はい、もう本当にそういう意味でも全体が一気に影響し合って、うん、でこうレベルがこう上がってきたなっていうのは感じてます、うん、その中でまあ、レアル・ソシエダから始まり昨シーズンは、はいまあ、エイバルにいて、はい、で今シーズン、まあ、3つ目のスペインで3つ目のクラブになるコルドバと、まあ、3年やってみて、はい、後藤さんの中での自分のプレースタイルとかサッカー界の変化何かお感じになってますか？プレースタイルそうですねいやだいぶまあ変化がその時その時あって今があるんですけど一つはあれですよね、自分のプレースタイルの変化ですよね。一つ自分のプレースタイルの変化っていう意味では、今ここに来て前線のとエクストレモであったり、まあ、サイドのアタッカーですよね。まあ、基本的に、4-2-3-1 をしよう、ベースとするサッカーが多かったんですけど、その前線の3枚。ワントップでありサイドであったりあとトップ下であったりこの4つっていうのでもうどのクラブでも、まあ、使われてきたっていうのもあってなので日本にいた時はずっと代表でもそうだったんですけど左サイドでプレーすることが主であとは浦和レッズではそのトップ ワントップじゃなかったんですよね、まあ、2トップであったり、まあ、ワントップもあったんですけど、まあ、そこのどこか2つだけだったんですけど、まあ、そういう意味では今スペインに来てから、まあ、左でやりたいっていう選手はもう右は絶対できませんっていう選手も多いんでなのでそういう意味で右にコンバートされることが増えてでそうなると右からの仕掛けであったり基本的に私自身が右持ちなんですけどボールを右で持つんですけどそこから右サイドの角度から行ってシュートに持っていく形であったりあとはその特にサイドバックの今千葉みのり選手と組んでるんですけどサイドバックの選手がオーバーラップというかこう、攻撃参加する機会が、まあ、多かったんでエイバルの時もそうだったかななのでそのサイドバックを上手にいかに活かすかっていうのもあってそういう意味で一つは4つ
前線のまあ4つの主に4つのポジションをまあできるようになった、特に今までやったことなかった左、あ、右ですね、右側のプレーができるようになったっていうのと、あとはそのコンビネーション、うん、特にサイドバックとの、サイドだと縦関係のコンビネーションと、あとはそこからさらに前線にいる選手がいるので、その前線にいる選手にいかにいいボールを送るかだし、だったりそのコンビネーションを図っていくかっていうのが変わってきて、まあこっちに来てレベルアップしたところだなっていうのは感じてます。その右のプレーでいうと、まあ、左の方が当然ね、右利きなのでカットインしてからシュートってこうダイレクトにゴールに直結するようなプレーで出せると思うんですけど、うん、逆に右でそのゴールに直結するプレー、はい、今どう工夫してるんですか？なかなかそのまま縦突破だとアングルがなくてクロスぐらいの選択肢がないと思いますけども、うん、でも外国人なんで当然ゴールっていう結果を、ね、出していかないとっていうところあるでしょうか。そうですね、うん、今一つはもともと左でやってる時も、まあ、縦に行った時は左でそのクロスを上げてたり、まあ、左のキックで縦に運んで左でシュートすることもあったんで、まあ、左でシュートを打つことはできるんで、なのでまあ右で運んでいくんですけど、そこで基本的にその選択肢としては中に行った時に左でこう巻いて、なんていうんですか、こう打つゴールシュートっていうのも練習するようになりましたし、うん、あとはそのオーバーラップによって縦はサイドバックの選手に使わせるためにあえて中に運んだり、まあ、そうですね、そういうプレーが増えてきたのと、あとシュートにあと行く形としては、どんな風に、うん、そうですね、あともう一つ、あとはなんか結構逆サイドから変わってきた時に一番大外のスペースはそのサイドバックが、まあ、使える状況であれば中でプレーすることもあるの で中でボールを引き出して、で中であればその本当に右少し斜め右に持ち運んでシュートを打つこともできますし、まあ、そういった意味で左から左でやってたプレーに似たその右バージョンみたいなプレーももちろん取り組んだりも してるんですけど、まあ、ちょっと少しさらにサイドバックとのコンビネーションからシュートに持っていく、だから結局自分がシュートを打たなくても、まあ、最終的にチームがシュートを打てる形に、まあ、いかに持っていくかっていうところが、まあ、一番で、まあ、まあシュートってなりが、まあ、もちろん結果が求められる世界なんで、それを一つは自分で内側に入って左足でシュートを打つっていう形を、まあ、磨く必要もあるのと、あとは、周りとのコンビネーションでチームが結果的にシュートを打つっていう形をどれだけ作れるかっていうのが、まあ、に取り組んでるっていう感じです、うん、はい。まあ、あと面白いなと思うのはその、ね、千葉選手との右サイドのコンビネーションでいうと、もう僕常々、はい、そのヨーロッパでその、はい、まあ、男子のサッカーなんか見てても日本人選手の特徴をやっぱり一番生きるのはそうやってなんか同サイドとか近いポジションで日本人のユニットというか、うん、もう2人組の関係作っちゃったら絶対面白いんじゃないかなとずっと持論で持ってるんですけど、今コルドバでそういう状況みたいですけど、千葉選手との右サイドのコンビネーション関係なんかうまくできてるんじゃないですか。そうですね、それを多分今の監督がすごく気に入って、で早い段階でその縦で組ませたいと、でもう今シーズンにわたっては基本的に、まあ、千葉選手はセンターバックもできるんで、もしセンターバックが今チームとしてたくさん海外いない状況なんで、もしそこが怪我してしまってセンターバックに行かなきゃいけない時以外はもう基本的にもう右で組ませようっていうのが、まあ、監督からも直接言われてて、そのコンビネーションを生かしてほしいと。で特に攻撃面もそうですし、守備においてもやっぱり縦関係でどこで奪うっていうのが、まあ、基本的にチームとして前線から奪うために、まあ、約束の構造ってあるんですけど、その中でも縦関係で工夫できるときは私が行く役割のときでも逆に相手の立ち位置によっては千葉選手が行って私が
コースを切ってっていうことをした方がいい時もあって、うん、でそういうのを、まあ、もう瞬間的にあのコミュニケーションを取って変えて結果奪えるっていうのとかそういうのも経験してて、まあ、なので守備面もそうですし、まあ、攻撃においても自分たちの中でこうチームのとしてやりたいこととまた個人自分たちで高めていけるあのコンビネーションであったりそういった守備の奪い方であったり、まあ、そういったものが本当に試合を通じてどんどんこう、まあ、積み重ねてこれてるかなっていうのはあります。まあ、そこの今のところの話なんかでいうと、まあ、日本人同士だとね日本語であるようにあうんの呼吸とか、はい、そういう言葉にしなくても声出さなくても多分通ずるものとかっていうのが出てくると思うんですけど多分ヨーロッパだとそれは逆違うくてまあ、はい、そのね、何でも書面にサインさせられるようにやっぱり、ね、文字にしないと言葉にしないと人に伝われないっていうねもともとやっぱり多民族国家で、ね、やっぱり成り立ちもあると思うんですけども、まあ、その辺はやっぱり文化の違いから来るようなところもやっぱ日常でも感じるんじゃないですか。いやそうですね。いや本当に確かにその千葉選手とはそのそうですね他の選手 とは違ってこう言葉にしなくてもあのこのタイミングでこういうパスの強さであのスペースに出せばいいだろうっていうのがやっぱり感じ取れるんですよね。でどのぐらいのスピードで、まあ、回ってるなっていうのも自分のこう背後を走ってるなっていうのもありますし感じれますしやっぱそういったものがこう本当に言葉にしなくても分かることが多くてでただそうですねまあそういう面とあとは あとそのコンビネーションに関しては他のポジションの選手からあの本当に試合中見てて本当に好きなんだよねそのコンビネーションとかってよく言われるよくというか、まあ、言ってもらったりするんですけどで、まあ、そういうのはまあ嬉しいなって言いながらやっててであとはその、まあ、文化で言ったら、まあ、どうですかねでもコルドバの選手たちって結構なんていうんですかねさすがにそのなんていうかちょっとその言葉にしきらなくてもまあ、通じ合えるところがちょっとあったりもするんですね。でそれは、まあ、なんでかなっていうのがちょっとまだ言葉になってないんですけど基本的にまあなんですかねこうまあそうですねそうなんかこうまあそのそうですねまあその選手間の中でその文化っていうものをまあ、大きく感じるっていうよりはそこから今思い出した話として言えばあの今回のコロナの件でクラブからじゃあ目に見えないものをいかに可能な限り目に見えるようにするかっていう最初は私の受けた印象としてはチームメイトたちもその目に見えないそのウイルスに対してすごく恐れてたんで、うん、で私たちって基本的に小さい頃からその目に見えないものに対してこの手洗いうがいをしたり予防をするっていう文化がそもそも身についてたんで私たちは基本的にそこまで大きく行動を変える必要もないので恐れっていう意味でもあんまりその感染っていうことに対していつも通り 手洗いしてっていう感じだったんですよ、うん、でもこっちの人たちは基本的に本当に果物は買ってそのままなんかこう洗うんじゃなくて自分の手でこうやってして食べるとかそういう感じなので、うん、逆にっていうことがいろいろあるんで、うん、なのでそういう人たちにとって多分最初目に見えないそのウイルスに関してすごくこう恐れを感じてたんだろうなっていうのがあってでなのでだからやっぱそういうもともとのその文化的な背景もこの一気になんていうんですかねこう感染者がバーってこう増えたりすることに影響してんじゃないかなっていうのはすごい最初はあったんですね、うん、ただその中でクラブの対応であったり、まあ、国の対応が、まあ、それでもこう遅かったっていう話もありますけどそれでもやっぱり私がこう実際コルドバで感じたのはクラブとしての、まあ、対応できる対応としてはできることはすぐやろうとしてくれたっていうのがあるんで
で、そういう具体的に言えば目にその見えないものをいかに可能な限り目にするかっていうところで、私たち毎日一応チェック項目があって、でそれをみんな送るんですね。で、まず名前を記入して、それは今はもうやっぱり便利なので携帯で全部データ化できるんですけど、はい、まず名前を打って、でチームカテゴリーがバーって選択できるところがあって、でもそれでまたチーム数の多さに驚いたんですけど、それはアプリですか？そうです、アプリです、アプリで男子のチーム数が、まあコルドバ CF のトップチームがあって、うん、で B チームがあるじゃないですか、はい、でそれでフベニールにも A、B があって、でカデテにも A、B があって、でインファンティルにも A、B があって、はい、で、はい、アレビンっていうのに A、B があって、はい、でベンハミンっていうのにも A、B があって、はい、でプレベンハミンっていうのもあるんですよ、はい、だからもう本当に計男子は12にトップチームで13チーム抱えてて、で女子にも、その2年前にできた女子にも、そのコルドバ CF の私たちがあって、でそこの B チームがあって、まあ、カデテがあって、インファンティルがあって、アレビンがあって、ベンハミンもあるんですね。だから計6チーム女子チームでも抱えてて、だからもうそれ一つとってもすごいことだなって私自身は感じてるんですけど、でそのカテゴリー全員に対して行ってるそのチェックで、でまずは自分の名前書いて、そのチームを選ぶんですね。自分の所属してるチームはここですと、うん、でその後体温、毎日体温を測って、はい、体温を記入して、あと体重を記入して、であとは睡眠の質であったり、筋肉の張り、ストレス、気分どうですか、あと頭痛ありますかとか、呼吸のしづらさありますかとか、あと咳はありますか、痰はありますか、痰は出ますか、だるさはありますかっていう、あの1から10のあのチェック項目があって、でそれをチェックしていって、で最後にあなたはコロナウイルスの症状はありますかと、イエスノー、でその後にコロナウイルスと診断された家族や、まあ、一緒にいたような知人はいますかと、うん、それの言うイエスノーがあって、うん、でその後にあなたはちゃんと自宅待機してますかっていうチェック項目があって、うん、でそこにイエスノーがあって、うん、で最後にあなたは今どの都市にどの町にいますかっていう質問があって、うん、まあ、私はコルドバとかって書いて送るんですけど、それを毎朝、うん、午後の3時半までに絶対クラブに送ってくれと、お言われていて、まあ、一応それがずっと続いてます。そういう管理はやっぱしっかりしてるんですね。それはそう思いました。だからそういう意味での、対応の速さだったりっていう、目に見えないものを目に見えるようにするっていう文化はまたこっちはこっちであるんだなっていうのはすごく感じてます。ちなみにその女子のトップチームだと、その地元出身の選手が多いんですか？そうですね、今のところやはり中心になってるのがこう地元の選手と、あとはアンダルシアの地域の選手と、あとはそうですね、チームメイトで一緒 のピソを一緒のアパートに住んでる、バルセロナ地域の選手だったり、まあ、何人か地方の選手もいるんですけど、うん、それでも基本的にはそうですね、コルドバの選手たちっていうのが中心です。そういう意味では今まで2年間は、まあ、レアルソシエダ・エイバルは北のバスク州のギプスコア県で、うん、まあ、またアンダルシアの、ね、とは全く違う文化コミュニティだとは思うんですけども、その辺の何かこう違いみたいなのは感じますか？いや感じますね。なんかやっぱり人がこんなに、なんかなんていうんですかね、こう違うんだなっていうのは最初、うん、やはり2年経験させてもらったっていうのもあったと思うんですけど、はい、だからこそその違いが分かったっていうのもあって、まあ、基本的に北の方はすごく真面目な人たちが多かったなっていうのは改めて思いましたし、うん、まあ、さらに真面目な人が多いんじゃないかって思う、日本からバスクに行ったので、まあ、なのでそこっていうのはなんていうんですか、近しいところも感じたり、うんうん、はい、うん、そういった意味では
そういった印象だったんですけど、そこからこうアンダルシアに変わってきたときは、もうすごいハッピーな人たちが多いなと思って、もう明るいし、基本的に、なんていうんですかね、アレグリアっていうか、もう基本的にこう陽気で、で、一つの要因としてはやっぱ天気がもう毎日気持ちいい天気してるんですよ。はい、で、まあ、夏になるとさすがにちょっとコルドバは40度に平気でなるので、まあ、そういった意味では、まあ、暑さの暑いっていうことの厳しさは知ってる人たちなんですけど、まあ、でもその中でも基本的に青空でなんか綺麗な気持ちいい気候の中で生活してきたからか、基本的に、まあ、みんなハッピーで、で何かあった時により笑いに変えようとしたり、よりそうやってこう何かこうネガティブなことがあっても、まあ、なんだかんだその時はやっぱりこう出てきたその、まあ、ネガティブな要素っていうものを、まあ、外に表現出す人たちが、まあ、もちろん多いんですけど、でもその中でもそうですね、少しでも何か楽しいこととか面白いことを言おうとしたり、こうみんなで共有しようってする文化がとても、まあ、南はあるんだなっていうのは感じましたね。こう改めて、はい、まあね、こう3シーズン過ごしたスペイン で、はい、今で言うと、まあ、直近でね、こう東京五輪の延期が決まりました。うん、まあ、まだまだね、後藤さんもこう上を目指して、当然ね、上を目指すっていうことは結果としての代表入りとかも目指せる、まだまだね、こう状況にいると思うんですけども、今これからのご自身の目標を教えてもらっていいですか？はい、目標、そうですね、一つはサッカー面で言えば、やサッカーをこう取り組んできたこう環境が、まあ、スペインに変わったことで、自分のそのプレースタイルであったり、サッカーに関するサッカー感であったり、そういったものへの変化も ありましたし、そういった意味でまだまだ、まあ、自分自身伸びしろがあるんじゃないかって思ってるところもあるので、まあ、そういった意味ではどこまで行ってもやっぱピッチ上での自分のパフォーマンスがいかに高めていけるか、自分をもう磨いていけるかっていうのがあるのと、それがやっぱ日本代表っていうところは、その国際大会で日本代表が勝っていくために貢献できる選手でなければ、そこにこう条件としてはやっぱりそういうレベル、そういう選手に慣れてるかっていうところだと思うんで、まあ、プレーに関してはもう自分のピッチでのパフォーマンスのこう追求というか、それをもう続けていくっていうシンプルなところに今あって、それとこっちに来て、スペインに来て本当に良かったなって思うのは、そもそもサッカーやってるのも人間だってところで、その人間的成長っていうか、その人間として、なんていうんですかね、そのこの国ってやはり人と人とのつながりがすごく密なつながりがすごいある国なので、まあ、それもあって、いかにサッカーもみんなでやるものですし、その自分自身っていうのがどういう人間かっていうのをより見られたっていうのもありますし、でそれをサッカーを通じて関わった人たちですけど、やっぱりまず人間、人と人との関係があって、よりピッチでのそのパフォーマンスがこう良くなったり、そのコンビネーションですかねとか良くなったりする面ももちろん あるわけで、まあ、そういった意味で、あとは女子サッカーの注目度も上がって、まあ、そういう社会的な面ももちろんあるわけで、まあ、そういう意味で、まあ、人としてどうあるかっていうところも引き続き自分自身を磨いていきたいなっていうのを、より日本にいた時よりも人と人との関係の中で、その自分自身がどうあれるかっていうのを意識するようになったので、まあ、そういう意味で、まあ、大きく、まあ、人として成長していくことと、やっぱピッチ上では自分のパフォーマンスがいかに高めていけるかっていうところで、
やっていきたいなって思ってます。まあ、その人の成長っていう意味ではね、こう、まあ、ビアンビ・ミエのアドバイザー務められて、ね、定期的にこうブログで記事書かれてる内容もそうですし、ご自身のブログも、ね、たまに更新される内容もそうですし、まあ、いろんなやっぱりピッチ、特にピッチ外のところからいろんなね、こう刺激とか、こうインスピレーションを受けて、やっぱりね、こう文章の中身もすごく我々に伝わってくるし、その中でもね、スペインのいいところも伝わってくるんで、まあ、その辺は、今回はきっかけにまたね、僕もこう広めるところに協力したいと思いますけど、やっぱりそういうところは後藤さん自身のこう人としてのなんか広がりとか、ね、うん、幅の、ね、こう広がりなんかもやっぱりプレイしながら、まあ、なかなか自分で感じることはないと思いますけども、そういうところはね、こう周りからも言われることあるんじゃないですか。あ、まあ、一つは、うん、まあ、言葉に、まあ、これまでもしてきた過程でもう分かりづらさが少しは変わってきたっていうのはあるかなっていうのと、あとはなんかその出会いとかで言うと、いつも廊下に貼ってあるんですけど、今日ここに貼ったんですけど、これこういうのをその作って、応援に来てくれる、来てくれた家族とかがいて、それは今も応援に来てくれた、はい、女の子か、まあ、ちっちゃい子が来てくれたのかな。そうです。当時、出会った時は5歳ぐらいだったんですけど、うん、もう本当にサッカー多分したことない、ボール蹴ったことないだろうっていう女の子で、うん、で、弟が3歳ぐらいの子で、で、もともとコルドバに来てから、そのコルドバで多分サッカーを、女子のサッカーを応援したことがなかっただろう、その日本人の旦那さんが、スペイン人でっていう家族だったりっていうのが、何家族か見に来てくれてたんですね、試合を、はい、まあ、そういったつながりもやっぱりその方たち、例えば違う分野なんですね、美容師さんであったり、うん、観光のガイドをされてたりとか、まあ、旦那さんがホテルで働かれてたりとかって、私たちがやっぱり私自身が今まで知らなかった分野の方たちだったりして、はい、で、まあそういったコミュニケーションを、まあ、取らせてもらう機会に恵まれたっていうのもありますし、で、あとはこう、この家族は1年間だけお仕事の関係で来てた家族で、で、たまたまそのつながりでこう試合を見に来てくれたんですけど、で、その時に女の子が多分こう私たちがそうサッカーで試合してるのを見て、でその何かを感じ取ってくれたんですよね、多分。でそのタイミングは秋とかだったと思うんですけど、最初は。でそこから試合を2回ぐらい見に来てくれた流れで、クリスマスを迎えた時にサンドさんに、まあ、それはちょっとサンタさんにコルドバのユニフォームをお願い してくれたみたいで、まあ、それに私も千葉選手も感動しちゃって、はい、本当にって言って、はい、いや、コルドバのユニフォームを、まあ、サンタさんに頼むっていう、なんかもう本当になんか、まあそれは一つ嬉しかったのと、まあ、あと、まあ、後で聞いたら、まあ、1年間しか海外に入れないっていうことで、まあ荷物も増やせないし、まあまあいろんな、いろんな、まあサンタさんは何でも知ってるんで、サンタさん、何でも知ってるサンタさんの事情もあったんだと思うんですよ、選択肢の中の意味では。まあそういうのもありつつも、でも欲しいって言って、喜んで、そのコルドバのユニフォームを着て、まあサッカーをまあ始めてくれたんですね。うん、まあ、で、日本に帰っても、私はサッカーチームに入るって言って、サッカー習いたいって言って、言ってくれてるんですよ。まあそんな出会いもあったりで、うん、やっぱり自分たちがそんな風に子供たちに、まあ、何かしら影響をこう与えるようなこう選手としての仕事をやれてるんだなっていうのもやっぱ自覚する機会でしたし、うん、はい、あといろんな分野の人とサッカーを通じてですけど出会うことができるっていうのもあって、まあ本当に、はい、感動とか感謝にあふれてますけど、はい、まあ、そういう意味で言うと、まあ、本当に最後の最後の質問ですけども、多分ね、はい、この今スペインに来るまでにも日本でも多くの人と出会って、はい、多くの人に支えられて、うん、まあ、特に浦和レディース時代の
サポーターの皆さんなんかには、ね、はい、なかなかこうスペインに行ってしまうと試合は見れないし、ね、応援に行けないし、試合の映像なんかも入ってこないんで、うん、後藤美誠選手どうしてるかなみたいな、やっぱりサポーターの方多かったと思うんですけども、改めて、ね、こうそういった今まで応援してくれた方々へのこうメッセージを、うん、まあ、こういう場なんでせっかくなんで残してもらえますか。はい、そうですね。いや本当に私はその、まあ、浦和レッズレディースっていうあのチームクラブでできたあの時間、プレーできた時間8年間があのサッカー選手として本当にたくさんのことを学んだ時期だった時期でしたし、あのいやこっちに来てもあのこれだけサッカーに熱いこの国に来てもやっぱ浦和レッズっていうのは、まあ、すごくあの街全体でそこの浦和レッズに関わる人全体で本当にみんながこう大事にしてたクラブでしたし、それを選手としてすごく感じることができるあの環境だったので、まあ、そういった意味でいやもう世界に誇れるところで私はやってたんだなっていうところもありますし、であとはまあその浦和レッズに入るまでにやはり私は三重県で生まれ育って、で、その頃はまだ、あの、三重県の鈴鹿市じゃ、その、いや、女の子がサッカーって言われてた時期でしたし、まだ鈴鹿市全体で10人集めるのも大変だったんで、11人ですね、11人集めるのも大変で、そんな中で女子チームを作ってくれてた人がいて、そこで女子サッカーをやりながら、あと男の子の中でずっと、中学3年、15歳までずっと男の子の中でサッカーができるっていう環境もありましたし、あとはもう時々ですよね、時々に行って、もうその、もう本当にみんなで言うけど、もう一度はできないよねっていう3年間を苦しい苦しい3年間を、まあ、遅れたことで、まあ、今もそのつながりで、あのフランスであの活躍をずっと続けてる熊谷選手にはもう今もあのいつも影響を受けながら、うん、あの自分の力になりながらやってますけど、まあ、そういう選手とのつながりだったりそういったものも含めて、まあ、本当にそういう人たちとの関わりで、あ、今の自分があって、でまたこういう新たな出会いもそうですけど、うん、まあ、それがあの何かしらいろんな人にこうあのいい意味でこうつながっていってつなげていけたらいいなっていうのもありますし、まあ、そのためにも自分があの何かにチャレンジしていったり、その自分を磨いていったりっていうことを続けていきたいなと思ってます。あの、はい、本当にそんな感じですかね。本当に今はたくさん感謝を感じながら、うん、自分のできることをやろうっていうのが今だなって思ってます。はい、まあ、ブログにもね、記事にも書かれてましたけど、やっぱりこういう状況だからこそね、こう日常のありがたさとか、まあ、感謝の、ね、気持ちが多分湧いてくると思うので、まあ、こっちが、はい、まあ、今のところ日本はね、まだスペインのような、まあ、非常事態の、ね、状況には陥ってないんですけども、うん、まあ、今ね、こう我々も心配してるんで、なんとかその状況から国として抜け出ていただいて、まあ、サッカーもね、はい、止まってる状況なんで、また、こう女子サッカーも含めて、やっぱりサッカーとかスポーツね、こう特にスペイン人にとっては必要な、あの生活に欠かせないものだと思うんで、はい、まあ、ね、元気な姿でいいプレー見せてもらうことを願ってますんで、はい、まあ、まずは気をつけて、はい、日々、まあ、なんとか4月11日まではこういう状況が続くということですけども、うん、まあ、とにかく健康に気をつけて過ごしてください。はい、今日は長々ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい